イザベル・ジーンズはイギリスの女優。舞台や映画に出演している。アルフレッド・ヒッチコック監督の映画や1958年のミュージカル映画、恋の手ほどきでのオーバー・アリシアの役などで知られている。美術評論家の娘としてロンドンに生まれる。最初は歌手になることを考えていたのだが、1908年15歳の時にロンドンで初舞台を踏む。これは、 ハーバートビアボームトゥリーの招きによるものだった。ブロードウェイには、1915年1月に愚かな妻と結婚した男への出演で、そして1915年2月の真夏の夜の夢でのタイタニア役を務めることでデビューしている。1919年のロンドンでのミュージカル、キッシングタイムでは、メルシア・メリーベイル夫人役を務めている。 1923年には、ロンドンのヒズ・マジェスティズ・シアターでのジェームズ・ウェル・ロイ、フレッカー・プロダクションの作品、ハッサンに出演している。たまたまこの作品の音楽を担当していたのが、フレデリック・ディー・リアスで、ミハイル・フォーキンが振付を担当した、ハウス・オブ・ザ・ムービング・ボルスでも、音楽を担当している。1924年には、ロンドンのプリス・オブ・ウェールズ・シアターで上演されたアイバー・ノベロの作品、 ネズミに出演している。翌1925年には、ロンドンのリリックシアターで、リチャード・ブリンズリー・シェリーダンの作品、恋がたきで、クロード・レインズ、レインズの前妻マリー・ヘミングウェイ、レインズのその当時の妻、ベアトリックス・トムソンらと共演している。アルフレッド・ヒッチコック監督のサイレント映画、ダウンヒルと、不死だらな女への出演のほか、イギリス映画に出演している。その後、 1937年に始まるハリウッド映画に貴婦人役で出演、ヒッチコックの弾劾ののか、バナナリッチ、ギギ、ア、ブレスオブスキャンダルなどに出演した。その他、ロンドンで1936年に幸福な偽善者に出演している。また、ブロードウェイでは1930年のザ・マイン・ポゼッションでのクリスタル・ウェザビー役、1948年の メイクウェイ・ホール・チアでのエメリン・リューカス夫人役がある。イギリスの作品では、アントン・チェーホフの作品、カモメ、ジャン・アルイの作品、アルデール、ノエル・コーードの作品、ザ・ボルテクス、ウィリアム・コングリーブ作、ザ・ダブル・ディーラー。ジーンズは、オスカー・ワイルドの作品のウエスト・エンドでの上演にも、出演し、ウィンダミア夫人の奥義、つまらぬ女、真面目が肝心の、 ブラックネル夫人などが挙げられる。ジーンの兄デズモンドは俳優であり、ボクサーでもあった。一方、妹のウルスラは性格女優として、名を馳せ、俳優のロジャー・リブジーと結婚している。ジーンは2度結婚している。一度目は俳優クロード・レインズとで、1913年から1918年まで結婚していた。 二度目の相手は弁護士で劇作家のギルバート・エドワード・ギリー・ウェイクフィールドで1920年から彼が亡くなる1963年まで一緒だった。競馬とポーカーを好んだ。ありがとうございます。